ふるい分け試験に使用する骨材の予定流度を登録する画面です。条件入力画面の設定メニューから予定流度登録を選択することにより表示されます。1、業者を選択します。業者名が見つからない場合は、業者名登録の操作で業者の登録を行います。2、骨材を選択します。使用したいふるい目が無効になっている場合は、骨材登録の操作で骨材データの変更を行います。3、業者から提出されている書類から予定流度を入力します。